ましょう。あ、メール来てる。手紙が入ってた。エジソン博士からのお知らせだ。読んでみようと。ポックルへ。エジポーのフィギュアの種類が増えたのでどんどんやれよ。フロムガリレオ。あ、エジポン。あのね。はい。あのね、エジポンやるのに、あれだね。お金足りんと。なんしか。こっちだ。金貯めんといけんのよ。ああ、そうだ、持ってくって言ってたね。みんなを呼んできてじゃあ、そうです。みんな呼んできてって言われとったわ。あ、バナナバケツじゃない。そうか。お水いるのね。お水、お水。よいしょ。おい。あと半日か。あ、そうだ。今誰いるっけ。フリフリしてるね。珍しいよね。雪が降るみたいなもんだね。来ないか。集めてるって。ジギーがタウンへ来るなんてよっぽどのことなんだろうけど、今まで長いランチタイムを休んだから店はできるだけ開けておきたいの。悪いけどジギーにすまねえけど伝えておくれ。ジギーには伝えたらいいか。あと誰連れてきたらいいんだ。ハッピー、マット。ああ、そっか、ここか。ここの2人が来るかどうかだよな。聞きに行こうぜ。はっ、おやおや、ポックルどの振り込み報告ですか。ご苦労様です。道開けてくださいまし。ではお先に失礼します。あれよ、はい、こう。ジギーなどただ座ってるだけなので取り締まりは、ん、取り締まりはできないのが怪しいのである。何か起きたらすぐ取り締まるのである。そうか、うん、来ないのか。来るかな。ジギーの言うことは聞いてはいけません。そうか、あと誰連れてきたらいいんだろう。
なかなか集まるもんじゃな。あと一人ばかし集まらんと話す気にもなれんわい。さてと、花粉寝てますわ。また寝た。ポックル、ちょっとと集めてこいよな。そうか、やっぱキャッピーか。キャッピー部屋かな。上になかったもんね。鍵がかかってる。キャッピーどこ？家の前いた？いないじゃん。昼になったね。あった。よかった。あら、ボクル、またジギ、ジギじいさんの話。私はパパに見つかったら怒られちゃうのよ。ボクル、ごひどとこらしいわ。わかったわ、ボクルが来たいというの。来いというなら私行っちゃうわ。でも、きっとマッポがパパにチクるから私、一番最後に行くよ。ねえ、もう私がすぐ始まるのかな。わかったわ、じゃあ私行くね。ボクルは頼みだもんね。あ、来た。来たじゃん。これでいいのかな。ん？うん、やっと集まったか。ポクルもこれでいいじゃん。ありがとうじゃ。みんな呼んできて。じゃあ離れた。オッケー。願いでも叶え玉になったぞ。やったね、ポクル。さて、それじゃ話とするか。ポクルも一緒に聞くんじゃ。へいへい。お集まりありがとうじゃ。では始めるとするじゃ。俺が一番乗りだよ。さっさと始めてちょうだい。メットが近づかないように。そうじゃ、お待たせしたな。それではここにいる皆様にちょっとばかりいい話をお聞かせするじゃ。うっそ、いい話だろ。お芝居するって言うから来たのに。なんじゃ、ボクル、嘘をついてアンを連れてきたんか。とんでもない。わしにまで嘘をつかんでもいいんじゃ。そうなんでは狼少年になってしまうじゃ。あ、いや、待ってたついでじゃ、芝居よりもいい話を聞いていこうんじゃ。ほう、まあいいわ。ついでだから聞くわね。大した話じゃないぞ。こら、ちびた、おとなしくしてな。喋ってもいいじゃか。私、パパに見つかると困るから早くしてください。そうよ、みんなわざわざ集まってるんだもの。おとなしく聞きましょう。それでは。そう、あの日わしはキノコを食べたんじゃ。何よ、そんなのいつものことじゃない。それはそうなんじゃが、その時はいつもと違ったんじゃ。わかったぞ、腹を壊しちゃでな。いや、天神様じゃ。天神様が現れなさったんじゃ。天神、何それ。古くはこの七使徒の守り神と言われてたのが天神じゃよ。さすがバーヤじゃ。そう、天神とはこの七使徒の守り神。天神社に祀られとる古い神様じゃ。はあ、昔話ってわけね。ダサいわ。こーら、むやみにダサいとか言うでないじゃ。怖い、ごめんなさい。とにかく天神様が目覚めようとしているじゃ。それはポックルにも分かってるはずじゃ。まあ、分かるってどういうことなのよ。そうよ、ポックル、みんなに分かるように説明して。卵、そう、地震の後に出てきた卵。何を食べるわけでもないが成長してるようじゃ。
ポックルに懐く見慣れない生き物、それはわしが子供の頃に聞いた話と同じなんじゃ。なんか意味ブーだから何って感じ。ほんま、ポックル、島の言い伝えじゃ、覚えとるか。幸いが起きるとき、そう、幸いが起きるとき、天神、いずことなく現れ、島を救う。そう、島を救うんじゃ。それならばばも聞いたことがあるじゃ。災い起きるとき、天神、いずこなく現れ、島を救う。若いもんは知らんじゃろうが、これが、七首長に言い伝えじゃ。何を災いって。いやね、現実に天神なんて、いや、え、天神なんていないんだもの、大丈夫ってことじゃない。この天神が目覚めようとしとるというわけか。キャラ何よ、怖いでないのよ。バーやったら怖がらせないでよ。おり、しびちまったぜ。パパレイ、パパ、はい、解散、解散。ジギー殿、タウンで騒ぎ起こさないでくれたまえ。メイヤー、お主も耳を貸すのじゃ。天神様が復活するんじゃ。そんなわけわからんちなことでは、島のみんなも不安にさせるのではいけないのである。ただわけわからんち、ただのわけわからんちではないのじゃ。わしにしてみりゃ、マネマネ言っとるメイヤの方がわけわからんわい。マネで大人になるなんぞ大笑いじゃ。ジギー殿、今は昔ではないのである。天神だかキノコだかは知らんが、島の規則には何にも関係ないのである。お好きにどうぞなのだが、島のみんなを巻き込まんでくれたまえ。規則規則、マネマネ、その面は規則違反じゃ。その面は規則違反じゃないんか。侮辱なのである。マッポ君、七首長憲法第8条侮辱罪発生である。あ、はい、ジギー殿の侮辱罪現行犯出す。逮捕しちゃうぞ。はん、煮るなり焼くなり好きにしやがれじゃ。何も牢屋に入れなくても。そうよパパ、何でも牢屋に入れすぎよ。ポックルの無償友が増えたな。うざな、わ、本当のこと言ってるくって。わ、私はみんなのためを思ってメイヤーとしての仕事に打ち込んでるのに。パパ？こういう空気苦手。ちょっと。みんな湿っぽいわよ。今夜はバーオスメスでたまたまパーティーしちゃうわよ。お一人様3000までぽっきり飲み放題。出血大サービスよ。私行く。あんも飲んじゃおうと。おりも。ダメに決まってんだろ。チビタババと、チビタババとパーティーしようじゃないか。ゲー、先行くぜな。はいはい。とにかく今夜はお店に来てね。じゃあみんなお開き。なるほど。なるほどな。あとでちょっと牢獄行くか。ごちしらっしゃい。でしょ。でさてよ。でねどうしてあめってさてよ。でさてよ。ガーセンスピエでよ。せあめせあめピエでよ。ガーセンスピエでよ。でさてよ。せあめってさてよ。特別にでさてよ。ガーセンス。でさてよ。でさてよ。
あ、特に何もなんか持ち物ねえな、私。そうか。なるほどね。汗も、あ、まあ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 いいや。とりあえず穴掘りして、夜になったら来いって言ってたから、まあ、夜に行くとしてだよ。タオの骨ばっかり、ほんと。あ、これ奉納するか。まだ大丈夫。食べるの躊躇するわ、ほんと。食べ物。怖いよな、やっぱね、腐るからね。アイス食べながら見てます。ずるいぞ、私も食べたいぞ。いいね。アイスいいね。牢獄でどうなってんのかちょっと見に行きたいところもあるね。見に行ってみるか。腐ったキノコはまだいいんだけど、一番初めて私が死んだ回覚えてるかな。あれね、アイテム手に持つ瞬間ぐらいまでは腐ってなかったの。手に持って食べるまでの間に腐ってるのよ。怖いでしょ。なんかそれがあるから怖いなーってなるよね。焼きそびらっしゃいませー、ちゃおちゃお。あ、奉納してくるか。8時だからそろそろか。行くか。そうですね、夜中ずっと歩けるようになったのは結構でかいかな。夜8時からのはずだから、よいしょ。お邪魔さま。ただいま準備中、あとできてね。まだか。あ、ついてない。ハットじゃん。何時からだろう。結構遅そうかな。
よし。あ、来た来た来た。あ、で、たまたま持ってるわけ？たまたま持ってません。持ってます。嘘、おっしゃんや。私の目は節穴じゃないわよ。たまたまパーティーだって言ったじゃない。あんたなんて、玉といえば、空の願い玉くらいしか持ってないんでしょ。空の願い玉持っててな。あ、はい。体の願い玉持ってこいってか。間に合うんかな。まさか体の願い玉を要求されると思ってなかったわ。間違えた。よし、サンキュー。からの願いでも。オッケー、持ってきたぜ。からの願いでもピービーに見せた。いやだ、何そのオールドのたまたま。ポックルちゃん、ずいぶん渋い趣味してんのね。驚き。おい、持ってこい言ったよ。準備でヘッドヘッドを手伝いなさい。いいよ。そうよ、返事は元気よく大きな声が基本よ。ほらおいで。はい。準備させられんの？準備してたんじゃないの？お客様がたくさん来るからちょっとトイレの点検お願い。そういえばトイレでさ、このオカマバーのトイレでさ、私の中で一番印象的なのはさ、やっぱしんちゃんのトイレなのよ。意外と綺麗だね。掃除の中でもいいかな。ちょっとだけ失礼して。綺麗になったかな。トイレチェックよーし。絶対適当だろ。まだまだ残ってる。トイレットペーパーチェックよーし。暗黒たまたま大追跡だったっけな。あったじゃない。あれがすごいさ。暗黒たまだそうだよね。そう、エンジェルのね。したトイレするんだね。1万。そうそう、釜ヶ山に出てくるやつ、あれのトイレが印象的すぎて。その代わりすっきり問題なしで、なしのよね。トイレは常に清潔にしておかないとね。お客様に失礼だものね。あ、すごい。そうなの、わかるわ。これすごいわかるわ。どんだけさ、ご飯とか、まあ、めちゃめちゃ美味しかったら話は変わってくるのかは知らんねんけど、どんだけ美味しいさ、お店とかでもさ、トイレめちゃめちゃ汚かったり匂いしてたらすごいご飯がまずくなるよね、一気に。めっちゃ汚いとかすんげえ匂いこもってる店とか、大体そういう店って持たないんだけどね。大体潰れてる率の方が高いんだけどさ、やっぱり。そうそう、次来ようっていう気にちょっと起きなくなるよね、お手洗いね。トイレの清潔はマジで大事だと思うわ。ご苦労さま。そろそろみんなが揃ってくる頃じゃないかしら。それじゃあ次は表にいるみんなから入場料を集めてきてちょうだい。一人3000マネーで
ロボットも同学よ。それじゃ一つよろしくね。はいはい。私取られてないけど。ただならんかな。バイト代としたことで3000円分浮かんかな。メイヤーさんも来てるよ。親っぽくるお手伝いかね。感心感心。ポックルとのご苦労様だす。うん、それじゃ、モネを払うのである。はい、どうぞ。一人。ポックルは3000万円を受け取った。ポックル、おごってよ。ダメです。なんだ、ケチくさいのね。もう、ランチ運んであげない。関係ないよ。ちょっと、デイブ？レディーファーストでしょ。人間の世界はマナーが大事だよね。プリーズ、レディース、エンド、ジェントルメン。ジェントルメンは余計だよ。もう、またデイブ泣かす。お先。3000万円です。デイブ殿、お先失礼します。なんでそんな意地悪の。ポンコツさんはミーの後ね。やっぱあれなんやな。マッポはみんなにポンコツって言われてるのね。カタカナしか言えないから。私が最高だすね。それではお先に。ボクルちゃんまでの徴収できたの。さあ払ってちょうだい。みんなのお金まで徴収するわよ。全部でなんて。うそよ、うそ。一人3000万円で全部でいくらかしら。123456618やけど私の分がないから、ブブー、あんたの分か、私の分数えてないでしょ。あ、そういうことね。そうか。私の分入れるので。正解よ。でも、私の分は入れないし、ポックルちゃんの分はお手伝いしてくれてからサービスするわよ。だから、1万8000万円いただきます。じゃあ、渡してちょうだい。お、すげえ。やったー、浮いたー。浮いたー。お手伝いありがとうね。楽しんでちょうだい。自分で鏡でクソガキの顔をつって心に焼き付けておかな。とんでもない。ルミコさんってメイトさんのこと結構気にしてるわよね。またくっつけばいいのにね。意地張ってないで。ちょっと何コソコソ喋ってんのよ。腹立つわね。ピービーおきゃわり。はいはい。うん、ルミク、うん、ルミクを刺激しないでちょうだい。はい、できたわよ。くはー。ポクル、アンのステージ見たんでしょ。もしかしてメットもいたんじゃない。どうだっけ。ふん、そうなんだ。あん、そう言ったじゃん。なんだかんだ言っても、ルミコさんってメットさんのこと気にしてるんだから。うるへえ、メットのことなんて。ビービー、もういっぱい。多くは私に当たらないで言う。女怖い。女怖い。ビービー、すぐお酒出せるところかっこいい。はい、できたわよ。デイブの飲み、デイブは飲み物飲むと錆びるし、錆びるって注意してるのに、無
無理してるんだよね。惚れた女に合わせるロボットの心分かってくれないかな。知るかよ。そうなんや、 DJ 好きなんや。バッチグーなミュージシャンだと思わない？もうユーロサウンドについて分かってきちゃったんじゃないの？いいね、ノリノリやん。梅かな。規則は守るんだよ。ふえ。行く。失礼するである。いってらっしゃい。メギャドのワジギをいじめてる。いじめてるのではないのです。落ち込んでました。姉ちゃん、またトイレ。メイヤーさん、まだトイレよね。ほんとメイヤーさんってうるさすぎるときあるわよね。そうなんだけどね。メイヤー殿の悪口言わないでください。悪口じゃないよ、ただの愚痴じゃん。マッポちゃん、荒れてるわね。もっとさ、楽に行こうよ、楽にさ。なんで今みんながメイヤさんの愚痴言ってるのか、あんわかんないや。どうせ私のシピリューはデイブより悪いだすだす。マッポちゃん、やけにメイヤさんかばうよね。仕事の枠を超えた愛を感じるわ。あれでしょ、まあ、メイヤーさんに気に入られてるのもあるし、ね、しゃあないよね。メイヤーちゃん荒れてる感じだね。マッポもストレス大変なんじゃないの。ステージでジギとメイヤーさんのやばい雰囲気だったらしいね。私って DJ の仕事あるから、そういう時にいつもいないんだよね。メイヤーさんトイレか。メイヤーさんってさ、規則ってうるさいじゃん。奥さん亡くした理由が理由だからね。え、何？アン知らない。その理由を教えて教えて。ポックルも聞きたい。あ、聞きたい。そうか、昔の話だから知らないもんね。キャッピーはまだ小さかった頃、生まれたばかりのキャッピーと家族3人で海に遊びに行った時のことよ。あなた、早く海に入りましょう。こっちは立ち入り禁止の規則だよ。そんな規則はへっちゃらよ。早くこっちへ来て。確かにへっちゃらなのだ。今行くよ。にゃーにゃー、行こう行こうである。キャーン！どういうこと？カレー！カレー！波に流されたの？カレーン！カレーン！あの時からメイヤーさん人が変わっちゃったんだ。ちょっとしたことですぐに通行止めにしたり、規則を守れっていうのはあの事故があったからなんだよ。知りませんでした、そんな悲しいことが。ロボット涙出ません。でも悲しい、わかります。あん、この話知らなかったけど、マッポが地獄耳なのも知らなかった。 What's happening? せっかくのパーティーだよ。しんみりしないで飲もうよ。そうよね。それじゃあポクルちゃん、私とシェイク合戦よ。つべこべ言わずやるわよ。はい、あんなことシェイクしちゃう。頭をちょっとシェイクした方がいいと思う。ここ仲悪いな、ほんま。シェイク合戦するわよ。飲むのは私だよ。分かってるわよ。
とシェイク合戦か。そう、一斉のでシェイクして、どっちがよりシェイクされたかを DEEJ に飲んでもらって判定してもらうのよ。これは私のバーのママとしてのメンツをかけた勝負なのよ。それレッツシェイクタイム、はじめコントロール、あ、こういうこと。シェイクやシェイク出てきた肉ドナルドのシェイク出てきたぞそれじゃあ DEJ 手も飲んでちょうだい。 OK、 さあ、いきいき、まずはピービーからね。ふっはー、さすがバーのまま申し分ないシェイクプリ。次はポックルのだよ。これプロの味だよ。よっしゃ、まだまだって感じだよ。2回戦いくわよ、レッツシェイクタイム、はじめ。101回やな。それじゃ DEJ 全部飲んでちょうだい。 OK、 一気一気、まずは PB からだね。さすがバーのママの申し訳、申し分ないシェイクプリ。次は、ポックルのだよ。ふーはー、これプロの味だよ。よし、うん、お腹タップタップ。じゃあシェイク合戦おしまい。まあこの私に勝とうなんて思わないことね。勝ったけどな、今勝ったけどな、おかしいだろうよ。エンジンがない。メイヤードのトイレ出てきませんね、大丈夫でしょうか。絶対調子変だよね DJ。 大丈夫、やっと解放するチャンスが到来かな。うるさいデイブ、私は全然平気だよ。ほほほ、大丈夫な、あるよ、今話しかけないでよ。気持ち悪いな。DEEJ の調子変じゃない、なんか我慢してるような。あ、トイレだ、トイレだ、わかった。まあ、とりあえずアップルでいいや。それにしてもメイヤーさんトイレ長いよね。あんなことセクちゃん そうか、それでこれがいるんだ、なるほどね。ポックルは空の願い玉。トイレできたい、メイヤーさん早く出てよ。そういうことね、トイレに行きたいよ、聞き取った願い玉。ポックル、私がトイレに行きたいってなんで分かったらよ。恥ずかしいから人に言わないでよ。とにかくもう我慢の限界、無理にでもいいからドアを開けちゃって。手が塞がってるよ、やっぱり返事がない。A ボタンの連打ポケモンかな。トイレのドグ外れてよ。今日何すんのよ。やった、ポックル、サンキュー。トイレ行きたいよ、行かないか。やったね、ポックル。OKOK、 何よ DEEJ、 そんなにメイヤーちゃんのこと心配してたの。そうです、ポックル殿、早くメイヤー殿の様子を。どうしたの。ガク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 、大丈夫。カカ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 カ
さんの悲鳴じゃない？事件でしょうか？キッチンに行くぞ。キッチン、ああ、キッチンね。マドロスって何？あの白い男かな。キッチンの方から聞こえたである。ポクル君も来るである。え、何？マドロスって何？なら、よくね、お眠りになってるわ。キャーイ、プロンさんの死体よ。違う違う、死んでないから。気絶してるんだよ。なんて、レッドロム殺人だす。あやとちではいかのである。あんたちアリバイあるわよね。そうよ、ここにいない人が犯人だわ。凶器は何だろう。血は出てないみたいだよ。未来のもの。落ち着くのである。まあ、僕死体じゃなくてエプロンさんを調べるのだ。了解です。皆さん下がってください。うお、動いた。死体が動いた。動いたら死体じゃないんじゃないの？だからゾンビよ、ゾンビ。ゾンビバイオなのよ。ゾンバイオか、ゾンバイオなのよ。マッポくん、マッポくん、チミ、壊れたの？何がどうなってんの？どうしたん？どうしたの？マッポがビビっちゃってるから、ポックルが何とかしてちょうだいよ。ほら、男の子でしょ。酔いがぶっ飛んだ。ねえ、ポックル、エプロンさんにキスしてみれば？キスで目覚めたらロマンチックじゃない？子供なのに言っちゃいけないので。なんてつまんない。それこそマドロスにたたられるかも。いやだ、変なこと言わないで。こういったから生きてるのだろうけど、ポクル君ちょっと様子を見てちょうだい。ポクル君気をつけて、噛まれたらポクル君もゾンビよ。もしもーし、エプロンさん、生きてたか。起きた、おはよう。はあ、どうしたの。よかった、生きていたのね。どうしたのよ。何か裏庭にいたんだよ。やっぱりそれはマドロスなのだ。言った通りなのである。マドロス。また倒れちゃった。マドロスさんって海で亡くなったっていうエプロンさんの旦那さんの。そうなのである。お化けになって出てきたのである。お、起きた。マッポ君、いつでも、いつまでも壊れてないで、マドロスの捜査開始である。了解です。うるさいな、こんな時間に。以上なし、マドロスなしだし。そうだよ、いるわけないよ。これ以上驚かさないでおくれよ。驚かすつもりではないのよ。今はいないけど、さっきは確かにいたのである。メイヤさん興奮しすぎ。飲みすぎというわけではないのよ。でもロマンチックかも。お化けになったマドロスさんがエプロンさんに会いに来るなんて。そうだね、そんなことが起こればいいね。エプロン、もうお家で休みなよ。確かに倒れたせいでお尻が痛いわ。お集まりの皆様、住民を不安にしてはいけないので、この事件は迷宮入りで
調査打ち切り。今夜はみんな寄り道しないでお家に帰るのである。そうね、パーティーもお開きよ。なんだ、じゃあ帰ろうと。ああ、また明日も仕事だ。はい、解散解散、散会散会散会。